カンタ君、どうしたの？まさか！何お前？いや、はい。はい、どうも、三つ葉山本です。お願いします。では、以上頑張っていきましょう。トミーです。はい、ズボ男です。はい。お願いします。トミー君を呼んだのは他でもなく、はい、まあ、僕が、ズボ男をやってるの知ってますか？やってますね。いいとことかでずっと。何をしてるかというと、1ヶ月前に遡るのかな、初めて俺はクリアしたわけですよ。はい、ズボ男。いや、好評でしたよね、やっぱり。で、1ヶ月かかったわけですよ。はい。1回クリアするの。はい。でもその日ももう5、6時間やってようやくクリアして、コメント欄に、50回クリアしろ。なんで？50回クリアすると金の壺になるんですよ。そういうこと？最近ずっとやってました。ずっとやったね。ここが痛くなるぐらい。現在40回ですね。あと10回はい、のところまで来てるんで、はい、もう今日の夜仕留めようと。なるほどね。で、現在1回クリアするの10分です。すごいことなってんじゃん。すごいこと。なんか YouTube の最速クリアっていうのが14分だった。10分でいけるよ。最速じゃそっちでいいじゃん。いや、金壺なんだよ。金壺って？君にプライズ持ってきたから。プライズ？サプライズ。プライズ、サプライズ。プライズ、何色がいい？青と黒どっちが？青。はい。ウェディングオーバー T シャツ。すごー、お前。あの、誇らしいでしょ。誇らしい。これの手に入れる条件がありまして、前回の時はあえて言わなかったんですけど、クリアした後この T シャツを買える最低のところです。へぇ、要はその URL は絶対公開できない。金壺なるしかないぞ。おー、金壺なっといて。お前やるわ。俺やってこい。あの、あれやめてな、あの、出んの、壺から出んの。出ないよ。ちょっと見てく。面白いのが1回ごとにだんだん金色になってて。あ、ほんとだ。もう結構金色じゃん。そう、俺気づかなかった。え、あ、やりすぎて？ずっとやってたから。でも金だよね、これ。それでいいよ。お前ノーミスでそこまで行くなよ、絶対に。すげえな。ひとかきがすごい大きくなってきた。だからここはここだよね、みたいな感じだよね。そうそう、ここです。すごい、お前多分体が覚えてるっていう息なんじゃない。そのこれを体が覚えていい。いや、怖いのがさ、これやりたくてしょうがないんだよね。中毒性があるんだよ、やっぱり。すげえな、本当に。おい、どうやってやってんだよ、それ。嫌う人嫌うと思うんだよね、この動きするやつ。すげえ、おい。ちょっと待って、そういうことやったら危ねえ。はーい、よいしょ。何やってんだよ。おー、お前すげえじゃん。すげえ。よし、いった。すげえじゃん。もうそろそろゴールですよ、そしたら。すげえ。いや、でも世の中にはもっとすげえ人いるから。じゃあ来てよ。うん、全然来てくるわ。お疲れ。でも本当に長かった。危ねえ、危ねえ、やばいやばいやばい。金壺めちゃめちゃ出てるじゃん、お前。よく着てるからいいじゃん。お前、服を着るということは、それが裸であるという意識を若干持ってるってことだから、お前、それお前、下半身履いてるのは違うぞ。なんか、じゃあ布団的なものかな。それもっとダメだろ。でも裸に布団かけてる。裸じゃないですか、あと4回です。すごいじゃん、6回進んでるじゃん。やっぱスランプがちょっときますね。ああ、最後。あれ、なんでいつもできないって。
できるときできないんだろうって思うことない？ない？ないならいいや。50回のクリアして金壺になるのがずっと夢だったんですよ。だから他のとこでは絶対言ってなかったし、その夢を叶えてしまうっていう怖さはやっぱもしかしたらあるし、そのバスケを今までずっとやってきたけど、そのじゃあ引退したらやっぱバスケやらなくなっちゃうわけじゃん。それはあんな好きだったし、あんな一生懸命みんなでやってたけどっていう感覚に似てるよね。やんなきゃいけなかったりしてたからちょっとやってたのかなみたいな。俺はこれ YouTuber だからこの金壺をやってんのか、 YouTuber じゃなくても金壺をやってたのか、そこはねやっぱね難しいところ。俺にやしてほしそうにしてたんだよ多分。あ、これ俺やんなきゃなって思ったし、これをやるなら適当にじゃダメだなと思ったんですよね。あと1回になった。どうした？どうした？お前間に合わせで入ったのかお前。引けついてるぞ。もう逆にここで最速出したらだっけ？いや出したいんで今9分まで。ミスってない。ノーミスです。ノーミスで9分なんだ。いきます。はい。迷いがある時点でもう絶対ダメじゃん。やばいやばい。その程度のロスで今回やばいなってなるんですか。やばいってなるよ。はいはい。オッケーオッケー。に英語じゃねえ。金髪だからな。ここまではね。俺のじゃん、もうやめて。こうした方がいい、これ。応援する気持ちあるなら。ああ、じゃあ、来ないや。いや、悪くなかったいな、なんでだよ。よっしゃ、ここまで来た。え、50回ってさ、金の壺になるって書いてあったんだけどさ、もう金の壺じゃん、誰がどうみたいな。その場合ってさ、50回行きました感はなんか出んのかな。ね。こんなとこよくできるんだよ、お前。よっしゃー！あー！じゃあ全部今もう何か起きるの？みんなでちょっとこれ聞こう。来るよ。やめて、超来るよ。失礼です。そんないい？そんないい？なんかあるかな？50回目だもん。確かにね。金色のこの色を覚えといてね、うん、色っすよ。はい、いきます。同じですね。45ぐらいから40なんですけど。いや全く一緒。ありがとうございました。明日。なあ。ああ、やべえよ。あっち。ぐぐな、お前。